借景は日本庭園や中国庭園における造園技法の一つである。伝統的な東アジアのガーデンデザインに見られる庭園の構成に背景景観を取り入れるという原則である。景観の借用という用語は中国語を起源としており、17世紀の庭の論文、円屋で見られる。借景の例「彦根城、元旧園の背景に、 庭園外の山や森林などの自然物等を庭園内の風景に背景として取り込むことで前景の庭園と背景となる借景等を一体化させて景観を形成する手法庭園外の自然物等についても庭園景観の重要な構成要素とするため近年の都市開発に際して借景とする山そのものの開発やビルなどの 高層建築の建設による景観の変化などについて、借景の破壊という面で紛争が生じることがある。借景庭園は建物から見て4つのデザイン要素を含む構成として設計されている。第一に、庭園は建物の敷地内にある必要がある。第二に、借景として存在しているもの、つまり遠くの山の景色などを映し取るための物体の存在を必要とする。 第3に、デザイナーは自分が見せたい特徴のみを明らかにするために景色を編集する。第4に、借用した風景は庭の前景と関連し、それを反映している。デザイン技法としての借景は、1960年代のモダニスト建築理論でも概念化され、この理解は日本の建築家たちの間で明確にされており、そしてそれは、 モダニズム建築における主要なトピックである内部と外部の空間の連続性を設計することへの最大の努力となっていった。近代建築でインターナショナルスタイルの建築家は日本建築のシンプルさとその空間構成を高く評価した。建築論の観点から見ると、手を借りるということは固定された三次元の仮想的であるとしても見られていたので、通常どこから見ても 着用できている風景として導入される。1635年頃の中国庭園のマニュアル園野によると、借景の四分類として、唐狩り、隣狩り、青狩り、深狩りがある。園野の最終章は、自人具と借景である。この章では、景観の借用が単一のデザインのアイデアではなく、ランドスケープデザインの理念の本質であることを明らかにする。 絶え間なく変化する気分や風景の外観は完全に動いていても独立した機能であり、それが造園の主体となっている。庭を作ることができるようにするためには、庭の製造業者は場所の景色にと溶け合う必要がある。それはデザインを動かす人を含む自然の生態についてです。借景、地人具の拡張された意味は、 最近中国のランドスケープアーキテクチャー理論で注目を集めている。借景という用語は現存する最古の日本庭園のマニュアル、策定期には記載されていない。しかし、この文書は平等院の設計者、藤原頼道の息子である、立花の都市綱によるもので、最初の原則の一つとして記録されている。日本の庭園組織を導く三つの原則は、清徳の山水、 古藩に従う、不情である。程よく相関ではないバージョンを人工的に策定するのではなく、生きている自然を捉えようとする。借景は、これらの類型での最初期のものを暗示するとみなすことができる。外の風景の中に向ける関心の起源は、平安時代の庭園、神殿作り庭園など、日本のエリート層は、現地旅行で思いをこじらせ、 中国からの独立した国家のアイデンティティと個人的な富の個人強化を含む試みや旅行から戻った時から芸術、武器、または陶器などで成し遂げることができることよりもより壮大な方法でこれらの旅行成果を家で物理的に明示したいと思うだろう。このように借景は日本北部で見られる他国の風景を奈良と京都南部の都市に統合するために導入されていったのである。 借景は他人の土地や土地の植生、建築物等に依存するため永続性が保障されることはない。日本屈指の庭園を有する足立美術館の例では借景を維持するために山林の一部を購入することまで言った。ありがとうございます。